パリ五輪の体操男子団体で金メダルを獲得した萱和馬27、橋本大輝23、両選手が13日、昼をバラエティ番組、ポカポカ、フジテレビ系にゲスト出演した。動画、金メダルの岡新之助が早くも、連覇宣言、金メダルを首からかけて登場。ただ、そのメダルの扱いは Z 世代らしい。 さっきもメダルをテーブルに置いてトイレに行ったらマネジャーさんに怒られましたとかやが告白すれば、橋本も同じことをしてマネジャーからもっと大切に扱いなと怒られたそうだ。また橋本は、東京、五輪の時のやつ、メダルが、紐がちょっと切れ始めてて、もう半分ぐらい切れかかってるんで、あ、じゃ大切にしなきゃいけないな、ってちょっと思ってると明かした。何でも、振り回したわけでもないんで。 なんか急にこう、メダルをかける用事があってみたら、あれ紐が切れてるじゃんみたいな。初めてそこで気づいた、という。高級和牛の塊 2kg を包丁で切り、サ 10g で 300g なら持ち帰れるという番組名物企画。牛肉ぴったんこチャレンジに挑んだかやは、メダルが 500g なので、と金メダルを片手の甲に乗せ、切った肉と重さを比較。橋本によれば、さっき僕ら、 ガチで、肉を、取るために300ミリ、リットル、のペットボトルもあ、これが300グラムだって、打ち合わせたそう。茅も、メダルの、500、グラム、でしっかり感覚を直して、と真剣な表情。お肉大好きです、という茅は、自炊についても、コロナの時外出れなかったんで、ちょっとやってましたと明かした。茅が最初に切り分けた塊は291グラムで、 これだけなら成功だった。だが、あとちょっとな気がするんですけどと切り足した肉により、トータル重量が 313g になってしまい、チャレンジは不成功。ただ、番組側の、お祝いで、ということで、肉は二人にプレゼントされた。同番組には先月末、体操界のレジェンド、池谷幸吉、53、が生出演。サービス精神旺盛な池谷氏は、 その際、1988年のソウル五輪、2002年のバルセロナ五輪と、2大会連続で取ったメダルの数々を首からぶら下げていた。それを踏まえ、曜日レギュラーのブラマ横杉隆一が、取ったメダルを毎回ガチャガチャ持ってくる池谷さんみたいにはなりたくないとゼロかけるで質問し、かやと橋本の答えは、ゼロ。大先輩の池谷氏とは、そうやっていじれるぐらいの関係性なのかと聞かれ、 橋本は全然いじれないですと小声で答えていた。